あの施政方針演説を見ていて、この中に何かを変えよう、改革しようという、そういう姿勢がほとんど見られない、これが残念だった。まず具体的にやはり政治改革について聞かなければなりません。定数です。定数削減については、安倍総理はですね、あの党首討論の当事者ですから、約束をしたまさにご本人ですね、ご本人、その責任がまずあります。ですから定数削減については通常国会中にしっかりやりきるということについて確約をいただきたい。これは一つ。そして同時にもう一つ我々が取り組まなければならない課題があります。それは昨日出ましたですね、東京高裁の判決、一票の格差について違憲と断ぜられました。これは立法府の怠慢と言われても仕方がないと思います。これは党派会派は関係なくですね、本当にこの格差の問題について取り組まなければならない、そう思います。そこで総理にお伺いします。これは逃げないでください。立法府ということで逃げないでいただきたい。ゼロ増5減というのがありますね。これは選挙の際、まあ、間際にですね、まあ、それこそ一つの急場しのぎとして出てきた案。しかしゼロ増5減は定数削減の名には値しません。自民党の中にやや見えてきているのは、このゼロ増5減だけ通せばいいのではないかというような声がですね、間接的ですが私のところに届いてきています。これは話になりません。ゼロ増5減についてはもちろんですね、これは一つの判断ですから、まあ一つの、まあこれは大きな決定ですけれども、それ以上に定数削減もして、それも並行してやりきると、こういう覚悟を当然総裁としても総理としても持っていらっしゃるというふうに思いますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣、まず逃げないでくださいという言いぶりは極めて失礼だと思いますよ。まずですね、ゼロ増5減については我が党はかなり早く出していましたよ。これをもっと早くやっていればね、区割りも終わってるんですよ。ああいう判決にはなっていない。それやらなかったのは当時多数を持っている民主党じゃありませんか。このことは国民の皆様に私ははっきりと申し上げておきたいと思いますよ。そして、このゼロ増5減についてはもう法律は通りました。あとは今区割り審においていわば区割りを進めているところであります。これは一日も早くこの区割り審の結果が出ればですね、それを法案にして我々も国会に提出をしたい。その際には野党の皆様にも速やかに成立にご協力をいただきたいと思います。そして同時にですね、定数削減については党首討論で私はお約束をしました。ですから今、まずは与党で議論を進めて成案を得るべく努力をしています。ですから細野さんもそこまでおっしゃったんですから、我々が成案を出せばですね、そこで細野さんが賛成すれば直ちに成立をしますよ。